スカパープレミアムサービス標準画質チャンネル708で東映チャンネルをご覧の方にお知らせです。お知らせって何？何？スカパープレミアムサービスで放送中の東映チャンネル標準画質チャンネル708は2014年5月31日をもちまして放送を終了します。終了なの？終了ですが、スカパープレミアムサービスで放送中の東映チャンネルはチャンネル708の放送終了後も引き続きハイビジョン放送チャンネル629でお楽しみいただけます。早めのご契約変更をお願いします。契約変更で引き続き見られる？見られる。変更の手続きのご連絡はスカパーカスタマーセンターまで。スカパープレミアムサービス標準画質チャンネル708をご覧の皆様へお知らせです。スカパープレミアムサービス標準画質チャンネル708は2014年5月31日をもちまして放送を終了いたします。5月31日までにスカパーハイビジョン放送東映チャンネル HD チャンネル629への変更をお願いいたします。スカパープレミアムサービスの標準画質用チューナーでご契約のお客様はハイビジョン対応のプレミアムチューナーへのお取り替えが必要です。放送終了間際はお申し込みのご連絡が集中する可能性がございます。その場合お手続きにお時間をいただきますためチャンネル629の東映チャンネルをすぐにご覧いただけない場合がございます。お早めにお申し込みください。